どうも、ニプテンです。実は前回からもう何ヶ月ぶりだろう、随分と間を経ってたんで操作方法が危うい状態と、今何をしてたかを忘れました。この実況はニックとご覧のスポンサーの提供でお送りいたします。ああ、お前らか。中に入って。ああ、そういうことね。行けってか、一人で。やり方教えちゃってもやっぱ最強だわこの時。ほんまよっしゃー、ダメだ。おい、あ、どうした。あ、安全だっつって伝える。あ、そっか、ここか。ちげーよ、ここにカゴがあったろ、今。あー、着いたぞ。ここから全てが始まった。じゃあ、危ねって。母さんの大好きだった一節を覚えてるか。ヨハネの黙示録21章6節だ。私はアルファであり、オメガである。最初であり、最後である。私は乾く者には命の水の泉から値なしに飲ませる。わかるか、こいつがそれの意味するとこだ。水の浄化装置さ、これこそが命の水だよ。母さんの夢なんだ。無駄口を叩いても仕方ないし、仕事にかかろう。やることは山ほどあるぞ。洪水が起こった時に自動ドアが閉まったのだから、だからポンプの電源を入れに行く。 OK、 よし、いい仕事ぶりだ。そ、セキュリティフロアだ。洪水調停、これを押せばいいのか。ポンプでの仕事はよくやったぞ。さあ、急いで戻ってきて。アクセスできるはずだぞ。制御室へ帰ってくる必要はない。まっすぐそこへ向かうな。おお、パイプの一つに詰まりがあるそうだ。来た道を戻ってくれ。博物館フロアまで戻るんだ。着いたらインターコムで私に連絡してくれ。あ、これか。いいぞ。俺たちの悩みの種になってるパイプがあるが、それのすぐ外に来てるはずだ。心配するな、全然危なくなんてないさ。嘘つき。中に入ってマニュアル操作でパイプを排水するだけでいいんだ。そうすれば瓦礫が砕けてフィルターが正常に機能するようになるはずだ。いや、あの中に入ったらお前と連絡を取れなくなる。犠牲にしようとしてないの。外出たけど待ってる。あ、これのこと。どん、余計なお世話だな。何したっつんだ。角待ちできればこっちのもんなんだよな。こっちまで来てくんねや。はい、持っててもしょうがないな。お、レベルアップ。
何をあげてたんだろう。タフネスいいかもな。よいしょ。大統領権限により、え、本施設は現時点をもって合衆国政府の管理下に置かれることになる。責任者は直ちに名乗り出なさい。それからこのプロジェクトに関係する資料全てを引き渡していただく。無茶を言うな。これは民間のプロジェクト、エンクレーブには何の権限もないだろう。今すぐお引き取りを願いたい。見たところ君が責任者のようだ。よろしい。ああ、このプロジェクトの責任者は私だ。繰り返すぞ。至急浄化装置に関する資料全ての即時引き渡しを指示する。すまないが、それは。それと君にはエンクレイブサイエンティストたちへの速やかな施設の運営管理の引き継ぎを手伝っていた。はいさ。残念だがこの施設は稼働してないんだ。今までにも一度もない。時間の無駄だ。これが最後の通告だ。直ちに身を引いて施設の管理権を引き渡すんだ。はいさ。断言する。この施設は機能しないぞ。まだ一度もテストに成功していない。おー、やりやがったなこいつ。もう遅れはたくさんだ。もう少し。今データのコンパイル中だ。あっちゃ、ナイスなのバカ。もう親父バカさせやがった。逃げろ。何やってんだよ。自分を犠牲にした。ジェームズ、オーバーロードを起こしてレイブンに浄化させようと私を寝かすために犠牲にしたと。ここはそうね、古い不要になったトンネルがあって避難通路を使える。連れてってくれ。なんかもう一人ぐらいいたような気がするけど、まあ、いいでしょう。ドクターマジソン・リーよ、シェルターが必要な人がいるの。すぐに入れてちょうだい。申し訳ない。許可を得た市民だけが要塞に入れる。すぐに立ち去る。リオンズ、そこにいるのは知ってるわよ。聞こえてるでしょ。早く開けなさい。開けた。さりゃいたな。マジソン、驚いたな。君がここに来るとは。どんな用かね。リオンズ、子供扱いしないで。他に当てがないし、助けてほしいの。浄化プロジェクトが乗っ取られたわ。事件の報告は聞いておる。詳細を教えてもらえるかね。浄化プロジェクトを狙ったのはエンクレーブね。ジェームスは死んだわ。他にもいるかもしれないわ。わからないけど、何とかして。恐れた通りだな。マジソン、こんなことになって残念だ。何かできればよかったのじゃが。じゃあ何とかしてよ。浄化装置を取られたのよ。リオンズ、奴らがコントロールするなんて絶対にダメよ。まあ落ち着きなさい。君も分かっているだろう。浄化装置は作動しない。彼らには利用価値のないものじゃ。もはや潮時かもしれんな。そうじゃないわ、ジェームスは。何が不足してたかに気づいていたの。あれを操作できるのよ。本当か。エンクレイブはそれを知っておるのか。後で落ち合ってスクライブボードに行くよ。何が起こったのか把握はできてない。言ってそうはないでしょ。よろしい、マリソン。もう大丈夫じゃ。時に彼がジェームスの息子かね。なるほど、よく似ている。ええ、彼は私たちが欲しい知識を持ってるわ。ボルトテックコンピューターのありかなんかをね。助けてあげて。わかった、すべて何とかしよう。ちょっと休むわね。体を休めないときつすぎるわ。ロスチャイルドが助けてくれるはずだけど、ブラザーフッドなのを忘れないでね。絶対信用できないから、言葉を選んで話して。あの人を亡くしたことは気の毒に思うよ。
何年も前にお前の父親とは面識があったんだ。先見の命を持った人間がまた一人この世界を去ったんだな。ボルトテックの装置の場所が知りたいんだな。 GECK ゲックだって？持っているわけがない。戦前のボルトテックターミナルがある。使用許可をやるよ。必要な情報が入手できるかもしれないぞ。ターミナルはエーリングの公文書館にあるからな。この地図にはこの地域で発見された全てのボルトが示され、ボルト8な何が大変なんだ。あの区域は放射能が。答えは一つ、不可能。不可能。父親の決意。ボルト87はランプライト洞窟のすぐそばにある。ランプライト洞窟でボルト87の入り口を探す。恥だな、ずいぶんと。これはボルトテックボルト101からの自動救難メッセージである。メッセージ開始。あなたが去ってからだいぶ時間が経ったわ。きっと外にいるのよね。生きていてこれを聞いてくれたらと思って。あなたが去ってから事態は悪化するばかり。父は権力に取り憑かれてしまったわ。もしこれを聞いていたら、お父さんを探すのをやめて私の父を止めてほしいの。扉のパスワードを私の名前に変えたわ。これを聞いていて私を助けてくれるなら覚えていてね。伝達内容副将、これはボルトテックボルト101からの自動救難。なんだと、一旦戻ってみようかな。さあ、じゃあということで今回の実験はここまでにして、次回ちょっとボルト101に戻ってみたいと思います。ということでお疲れ様でした。この実況はニックとご覧のスポンサーの提供でお送りいたしました。